こんにちは、速稼塾の久保です。ディオゴスティーニさんから、ナイト2000のキットが出始めて、これがね、110号までで1台分、8分の1サイズが完成するそうですけども、その生ライブが昨日ありましたよね。佐々木功さんと野島明夫さんが出ていらっしゃって、すごく盛り上がったなと思いますけども、何を隠そう、私のナイト2000、フルレプリカなんですけども、現在車検でですね、運ばれていっております。埼玉の方まで片道、17万5000円で往復で35万円ほどになるんですけども、これに加えてね、一旦バラして車検を受けてまた組み上げるというね、走行費いくらになるのかなと思って、今から本当にお小遣いを控えながらドキドキしてるところでございますけども、どうなるでしょうか。いや、行ってしまいましたね。ドナドナドナって感じです。ということでね、キットがエリアテイワンさんに車検のため運ばれていきます。輸送費35万ちょっと、車検代は50万ぐらいで終わらせてくれるんでしょうか。合計100万までに抑えてくれたらいいのになっていうところですね。いや、初めての車検、非常に怖いですね、やっぱりレクサス買おうかな。あ、行っちゃう。さよなら。ありがとうございます。戻ってきてね。ナイトライダーのシリーズご覧いただきましてありがとうございます。シリーズにして、もうすぐ60話になりますけども、私のお送りするね、ナイトライダーシリーズですけども、主には私の持っているフリーレペイカのナイト2000を紹介したりとかね、ドライブ動画をお届けしていたんですけども、なんかね、2021年6月からそのディオゴスティーニさんからナイトライダーのね、なんかプラモデルというのは超合金というのか、結構いいやつが出るらしいですね。でもあれ100話ぐらいあるんで、全部買うと20万円ぐらいかかるのかな、あのフルレプリカを完成させるのには。フルレプリカじゃないですね、プラモデルですかね、超合金かな、ですけどね。で、今回はその話をするんではなくて、なんとね、アマゾンプライムでナイトライダーのちょっとね、冒頭部分ご覧いただきたいんですけども、これどう思われます？こういう映像が始まってるんですよ。で、これはデビッド・ハッセルホフさんが80年代のスーパーカーを紹介するコーナーだということだったんですけども、冒頭でね、キットが出てきちゃうと、もうね、ナイトライダーのシーズン5をもう意識しちゃいますよね。私もこれから見るんですけどもね、楽しみに、しておこうかと思います。皆さんもぜひね、ご覧ください。それでは動画の URL を下につけておきますので、そちらの方から、ご覧いただければいいんじゃないかなと思います。じゃあまたお会いしましょう。失礼します。